12月21日水曜日、チレジ11チャンネルの地域情報番組、地元応援つながるニュース、今日も元気に始まります。始まりました地元応援つながるニュース。各放送エリアにあります地域のスポットをキーステーションにしてお届けしています。月曜日から金曜日まで日替わりのキーステーション、毎週水曜日は持ち回りでお届けしているんですが、今日水曜日はサブカルチャーの聖地中野区から中野ブロードウェイをキーステーションにしてお伝えします。担当は菊池涼子です。よろしくお願いします。さあ今日のお天気なんですが、青空が広がってますね。雲も見られるんですが晴れています。ただ寒いです。街を歩いている人見てみますと、ダウンを着ている方大勢見られるんですが、もう大正解、ダウンだけじゃなくもうマフラーも手袋もしてくればよかったと私は思っています。皆さんしっかりと寒さ対策はしてください。さてこの番組の放送エリアですが、港区、新宿区、杉並区、中野区の4つです。放送は月曜日から金曜日までの夕方6時が初回放送で、再放送はご覧の通りです。また J:COM の地域情報アプリドローカルでも配信しています。ぜひこちらでもご視聴ください。それでは今日のラインナップです。地域の気になる情報を紹介する深掘りトークのコーナーでは、中野丸井にオープンした本格的な冷凍食品販売で話題を呼んでいますラ・リストランテについてお話を伺います。そして地域のニュースは放送エリアの港区や杉並区などの話題をお届けします。どうぞ最後までご覧ください。